パームビーチ、パームビーチ、パームビーチは、アメリカ合衆国フロリダ州南東部に位置する町。マイアミの北約1 0 0トル、ウェストパームビーチとアースコ、レイクワースを隔てたサスの上に位置する。常住人口は1万468人、2000年国勢調査。だが、季節限定の住民を含めると、その3倍、3万人に上ると推計されている。2004年の推計では、 常住人口は9860人であった。ウェストパームビーチが南フロリダ大都市圏の北端をなす商工業都市であるのに対し、このパームビーチは富裕層の別荘地、リゾート地としての性格を持っている。ゆえに、住民の平均所得は高く、人口一人当たり10万ドルを超える。2003年、ロブレポート氏ロブレポートはパームビーチを 全米で最も住みやすい都市に選んだ。1878年、ハバナからバルセロナへココナッツを運んでいたスペインの船が難破し、このサスにたどり着いた。帰せずして、このサスへの最初の入植者となったスペイン人たちは、船の名前をとって、このサスをプロビデンシア、プロビデアと名付け、商業的なココナッツ栽培の拠点とするべく、この熱帯のサスにココナッツを植え始めた。 やがて、フロリダの鉄道をヘンリー・フラグラー。ヘンリー・フラグラーがこの地に目をつけ、このサスの土地を次々と購入していった。フラッグラーはこの地をリゾートとして開発すべく、まず、フロリダ東海岸鉄道、フロリダイーストコースとレイルウェイを引いて、交通の便を整えた。そして、ロイヤルポインセチアホテル、ロイヤルポインシアナホテルと、ブレーカーズホテル、 ブレイカーズホテルという2軒の高級ホテルを建てた。対岸には、その2軒のホテルの従業員が住むための町として、ウェストパームビーチを建設した。本土側のウェストパームビーチは、1920年代の建設ブームによって、商工業都市へと発展していった。1902年には、フラッグラーは、パームビーチにホワイトホール、ホワイトホールという自らの邸宅を建てた。 現在ではホワイトホールは博物館になっている後日。1911年4月17日、パームビーチは正式な街になった。1929年、ガーデンクラブ・オブ・パームビーチ、ガーデンクラブ・オブ・パームビーチが街に加わり、正式に都市計画の公演団体となった。その後現在に至るまで、パームビーチは戦略的かつ包括的な都市計画のもとに、 都市の質と美観を保っている。パームビーチは26.715067-80.039371に位置している。町はワースコと大西洋に挟まれた南北 25km に及ぶサスの上に作られている。サスの幅は広いところでも東西 800m ほどである。サスと対岸のウェストパームビーチとは2本の橋で結ばれている。 アメリカが州国統計局によると、パームビーチ町は総面積2 7 0ートル、1 0 4ミである。このうち1 0 2ートル、3 9ミが陸地で1 6 9ートル、6 5ミが水域である。総面積の62.45%が水域となっている。フロリダ州の大西洋岸のビーチリゾートを結ぶ 修道 A1A がパームビーチの中心部を南北に貫いている。街の中心部はサスの一番広い部分に作られ、道路が5番の目のように整然と区画されている。オーシャンオー通り、オーシャンブルバードには富裕層やセレブリティの豪邸や別荘が立ち並んでいる。大西洋のビーチのほとんどはこれらの邸宅、別荘のプライベートビーチ、私有地である。ワース通り、 ワース・アベニューは、南のロデオドライブと呼ばれ、高級ショップが並ぶ。また、街の北と南に2カ所のカントリークラブがある。パームビーチの気候は蒸し暑い夏と温暖で比較的、乾燥した冬に特徴を付けられる。夏の日中は、摂氏30度を超える。冬でも最高気温は、摂氏25度を超え、夜でも摂氏10度以下に下がることは稀である。5月から10月にかけては、 雨が多く、ハリケーンが上陸することもある。欠片の気候区分では、アム、熱帯モンスーン気候に属する。この気候ゆえに、リタイア層が集まる街でもあり、常住者の半数以上が65歳以上の老人である。パームビーチの玄関口となる空港は、対岸のウエストパームビーチに位置するパームビーチ国際空港である。同空港は、 マイアミ国際空港やフォートローダーデール、ハリウッド国際空港と並んで南フリダ、大都市圏の三大空港の一つであり、全米からの航空機の便が発着する。特に感謝祭やクリスマスの時期には、これら三空港は、寒い北部や東部からの非観客で混雑を極める。ウェストパームビーチには、アムトラックの駅やグレーハウンドのバスターミナルもあり、フロリダ州内外の 各都市との交通の拠点になっている。週刊高速道路 I-95 は、ウェストパームビーチの西側を通っている。また、マイアミの近郊列車、トライレール、トリレールもウェストパームビーチをターミナルとしている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。なお、以下の各数値は、住居数と住居密度を除き、常住者のみに関してのものである。 基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。